はいみなさんこんにちはレクセン日光市の森山です本資源がいよいよ迫ってきましたまあ、皆さん不安な方も多いと思います私からはですね具体的なアドバイスこちらの方をさせていただきたいと思いますまず残りの日数ですねこちらの方今までの知識を総確認をしてください最後の最後に目に焼き付けた 頭に入れたあ、それがそのまま試験に出ればあ点数が取れるわけです、ですから苦手なところ、それからここ覚えておいた方がいいな、って不安なところあると思います、もうやること決まっている方はいいですがあ、そうでない方はテキストをペラペラしたりまとめ集ペラペラ見,見たりしてですねあここ苦手だな、不安だなというところがあればそこはしっかりこう最後の確認、一語一演のつもりで最後の確認、こちらの方をしてください。 それから試験当日を迎えるとですね集中して点数を取らなければいけませんから当日の準備というのは必ず前の日までにしてください、忘れ物があってもどうにかはなります、例えば受験票なんか忘れてしまっても取りに帰って遅刻をしてしまうということになると受験できませんから例えば試験官に申し出てすみません、受験票忘れましたと言えばどうにかなることもあります。でも なるべく忘れ物はしない方がいいですですから受験票は持ったかなとかこういうのは必ず前の日のうちにですねカバンに入れて確認をするで安心してこう眠っていくということが必要ですから必ずやってくださいねであとはお昼ご飯どうするかなどということも必ず決めておいてください例えばどっかファミレスに食べ行けばいいようなというふうに思うかもしれませんがあ受験生でごった返してご飯が食べられないかもしれませんもっと気楽に例えば朝のうちにコンビニで買っておくとかあまり前の日に買っておくとですね腐ってしまう可能性もありますから前の日 日ではなく朝コンビニによって買っとく、え特にこの地元の駅で買っとくとか、あそんな形がいいかなと思います。それからあとは消しゴム3つ。 以上持つといいかなと思いますあまり多くてこんな荷物だらけになっても困りますけれども1個落としてすいません消しゴム落ちてしまいましたとかいう時間がもったいないしそれからその間、集中力が途切れてしまう可能性もありますよねですから消しゴム、落としても無視次の消しゴムがあるぞっていう安心感これが大事ですから消しゴムも多めに用意しておくこれも前日に買い物行くのも大変ですからなるべく早いうちに消ししゴムを用意していただくくなるべく消えるものがいいですよね。そんな形です あとはもちろん鉛筆だとかそれからボールペン、こういうのも多めにもっとくに越したことはありませんから当日、インクが切れてしまった、インクが切れてしまった、それで回答が書けなかったというのはこれはもう残念ですからきちんとインクを確認をして何本か予備を持っていくというのがいいと思います。それから、 今年はですね例年の7月とは違って9月の末ということになりますから少し季節の変わり目です、ですからこれから十分こう体調管理にも気をつけて残りの日々を過ごしてほしいんですが当日も例えばこの秋のちょっと寒くなってくるときに、えー、エアコンをつけたりしてクーラーをつけたりして少し教室が寒い可能性もありますそうすると震えながら試験を受けるというのもなかなか難しいですので力が出ない可能性もありますから温度調節できるものあまりこの部屋暑いです とか寒いですとか言えないですので、えー、きちんと自分の方で少し脱げるあるいは羽織れるものですね特にこう、えー、首を通さないで羽織れるこうボタンでできているものだとかカーディガンだとかあそういうのを持っていただいて寒かったら着るだとか暑かったら脱ぐだとかあそういうことができるようにしていただければというふうふに思いますそれから今年に関してはマスクこれが必須ですのでマスクの忘れ物などがないように必ず前の日のうちに準備をしておくということが必要だと思います。 それから試験のですね、前日、えー、なるべくこう徹夜なんかをして勉強するというのではなくてきちんと横になって休んでください、えー、2時間でも3時間でも、えー、寝られればあそれはもう十分休息になります頭を働かせるためにやっぱり休息は必要ですよね、えー、ですから徹夜で勉強して疲れていくというのではなくて少しでも眠ろう眠れなくてもいいですで、うんまあ、あの将棋のですね、名人なんかもですね、えー、昔こう語っていたのがあのやっぱりこう それはもうこの大勝負、大勝負の中で寝,寝られないですよと、でも寝られないってことは自分の脳が活動してるんだという,ふうに前向きに考えて、で敵のですねライバルのこう部屋を覗いたら向こうも電気がついてるということで安心したって話がありますがやっぱりこれから人生最大の勝負、これから皆さんが司法書士になれるかどうかそれを5時間だけで決めるわけですから非常に大事な勝負です。 安心して眠れるなんてことは多分ないですですから寝らなくてもいいんだっていう安心が大事ですねですから寝ら、えー、ないかもしれませんけれども少し横になって休むということは必ずしてくださいで 皆さんは本当に不安な日々を過ごしているというか受かるかな、どうかな、不安だと思います、で私ももちろん不安でした、で不安じゃない合格者は多分いないですね、それは私も例えば模擬テストの時で5月、4月、まあ、私の時は7月が試験でしたが、5月とか4月の段階ではもう本当に20問取れてない模擬テストなんかもあったし、取れてても二十数問ですよ。でまあ、今と違って まあ簡単というか、点数が基準点なんかも、ですねまあ基準点も発表されてませんでしたけれども、今ほど難しい難問があるわけではないですから、その今の20問とは価値が違いますけれども、そういう悲惨な状況でした、さすがに6月になったら成績が多少上がってきて、ですね20問のまあ午前、午後とも20、 ものです、ね、真ん中たりまで行くようになりましたただ、試験の2週間前に迎えた最後の模擬テストでどうにか合格点を取って安心して本試験を迎えたいなというふうふに思っていたんですがもう23日前ですよ、試験の帰ってきた答案を見たらやっぱり合格点はついてないわけですよねですからこれはもうダメかというふうふに思いましたけれども、えー、でも、そこで大事なのは不安になって受からないかもというふうに思うのではなくて できるんだっつって試験にか向かうことですねで、今まで模擬テストでできなくったって、試験当日、力を発揮できることもあるわけです、模擬テストは模擬テストにしか過ぎません、予備校の作った模擬テストなんかで人生左右されないですよ、当日どんだけ集中して力を発揮できるか、自分を信じてあげられるか、ここまで頑張ってきたじゃないですか。もう本当にこののコロナ禍の 大変な時家事と両立をして仕事と両立をしてで育児なんかも大変ですよ学校が休校になっちゃって臨時休校になっちゃってそれでもです、ね、その日々の大変な生活とこの勉強を両立してここまでやってきた自分を信じてあげてください力発揮して合格してください不安というのはで,す、ね、できることの証明なんですだって箸にも棒にもかからなければ不安になりません で今まで勉強も大してしなかったということであれば不安になりっこないんですね不安っていうのは今まで勉強してきたそれが力出せるかな受かるかなっていうふうに思うからこそ不安になるんです不安の人いますよねいいんですよ不安というのは可能性のある証拠です可能性があるからこそ不安になるんですだったら当日力を出し切ってその不安は可能性があるそれを証明しましょう受かりましょう合格しましょう 私も受験生の時はもは本当に不安で仕方がありませんでしたで勉強が進んでませんでしたからまだ本試験が来てほしくないななんて思いながらも,もうこんな生活早く終わってほしいなんていうふうに思ってました、まあ、矛盾ですよね、まあ、人間ですから矛盾はします早く終わってほしいけれども今来たら困るとそんな感じで受験生活を過ごしてました当日5時間戦ってくれば次の日は休めます久しぶりにゆっくりできます 最後まで諦めないで5時間当日最後のチャイムが鳴るまでやめて言われるまで最後の1秒まで諦めないで頑張ってくださいやっぱりどっかで諦め,なく諦めたくなる時はあるわけですでも合格者はそれを乗り越えてやってきました最後の最後まで戦ってくださいこんな最後の日に こんな最終の時にですね、えー、直前期にこういう動画を見て一生懸命頑張ろうなんて思ってる方は受かりますよ最後の最後まで諦めないで頑張ってください絶対合格応援してます